ソウルさんって悪い人じゃなさそうだけど、やっぱり緊張する。ま、一応評価は上々だし、様子を見ながら続けていけばいいんじゃないか、シャリー。シャリー。あ、ミルカ。びっくりした。私が呼ばれたのかと思いました。そんな偶然なかなかないって。気のせいだろ。うん、今の人もシャリーっていうのかな。この町の人だよね。なんだか活発そうな人だったな。テオジ、ただいま戻りました。おお、お帰りなさいませ、ジョー様。船の番を任せてしまってごめんなさい。構いませんぞ。それよりも今回の守備はいかがでしたかな。というわけで、しばらくはこの町のために調査の手伝いを続けたいと思うの。なるほど。何はともあれ成果があったのならばよかったではないですか。ごめんなさい、村が大変な時に他の町を助けるなんて。ジョー様、他人の協力を得るためにはまず信用してもらわねばいかん。相手の悩みをしっかりと聞いて手助けしてやれば、いずれ我らの問題にも耳を傾けてもらえることでしょう。そうですね。ただこのままだと力不足なのが気になるな。近場だけでなく遠くの調査もできるようにならないといずれ行き詰まる。俺も鍛錬する時間を増やさないとな。うん、私も錬金術をしっかり勉強する。もっとみんなの助けになるように。しかし調査をする場所というのはそんなにあるものなのかの。この辺りのことはラウルやユリエが詳しいはずだから聞いてみよう。そうですね。黄昏の海のことを調べながら錬金術や武術をしっかりと身につけて町の人を助ける。村を救うためにはちょっと遠回りかもしれないけど、一歩ずつやっていかなくちゃ。我らも手助けしますから安心してくだされ、ジョー様。あ、お前はお前のできることをやれ、シャリー。ありがとうございます、二人とも。